エリコロです。エリコロのダイエット企画、まずは2021年1月4日から1月10日までの体重の記録をご覧ください。 73.35 キロ、 73.15 キロ、 72.20、 73.10 キロ、 72.80、 72.70、 72.70。 ということで、今週の結果はマイナス 0.75kg でした。で、トータルでマイナス 3kg です。はい、よかったです。一応お正月太りのマイナス、あ、プラスか、プラス 0.6kg は解消できました。なかったことにできました。いや、安心しました。で、今回は食べ物を注意したっていうよりも有酸素運動をやりました。週4やりました。だいたい30分の日もあったし、40分50分くらいやった日もありました。でもたっぷり汗をかくのと、あと気をつけたのは、なんか大きい筋肉をつけた方が基礎代謝率が上がるっていうのを聞いてたので、まあ毎日できるだけながら運動とかでもいいので、腹筋とか、あとスクワット、だからお腹の筋肉と太ももの筋肉をつけるようにちょっと意識して運動してみました。なのではっきり言って毎日筋肉痛、今ももうなんか内ももなんか特に筋肉痛で、朝起きるときなんかもういてててててとか言いながら起きてる感じです。でもこれで痩せるんだったらいいかなって思ってます。あとちょっと最近朝起きるのが遅いので、食べるこうサイクルみたいなのがちょっと変わってきちゃってて、お昼近くに朝と昼兼用で食べて、夕方の4時とか5時とかに昼ご飯じゃないですよね、夜ご飯みたいに食べて、で夜ご飯っていうのは食べない時の方が多いんですけど、たまに、ヨーグルトだけ食べたりとかして寝るようにしてます。でもこれ良くないですよね、普通に考えて。ちょっと食生活の方も来週からはちょっと気をつけていきたいなって思ってます。そんな感じで、まずはそうですね、今週はお正月太りは解消できたのでよしとします。そしてまた来週からは食事も含めて頑張りたいと思います。そんな感じで今週の報告動画は以上になります。ではまた次回の報告動画でお会いしましょう。あと他にお取り寄せグルメとか、あとなんだっけ、テイクアウトの情報とかも少しずつ動画に上げてってるので、よかったら見てみてください。では次回の動画でお会いしましょう。またね。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。